ドゥルーズ派、ドゥルーズ派、ドゥルーズは、あるズルージーヤは、レバノンを中心に、シリアイスラエルヨルダンなどに存在するイスラム教、イスラーム系の宗教共同体。レバノン内戦時は、キリスト教徒のマロン派と激しく対立した。歴史的にはシーア派の一派イスマーイール派から分派したものだが、教義から見てシーア派の枠内に収まるかは微妙で、イスラム第3の宗派と呼ばれることもある。 さらにイスラム教の枠に収まるかも怪しいと考えられ、多くのムスリム、イスラム教とはトゥルーズ派はイスラムではないと考えている。トゥルーズ派共同体の成員は、民族的にはアラブ人で中東全域でおよそ100万人が存在するとされる。北アメリカ、南アメリカヨーロッパなどにも海外共同体が存在する。ドゥルーズ派はまた、 その成立に至る経緯や彼らの居住地域において、単独で多数派を形成しきれず、多宗教、多宗派と対立、協調を繰り返してきたことから、全体として、世俗的、進歩的な政治スタンスを支持する傾向がある。ドゥルーズ派の源流は、8世紀にシーア派の主流派の十二、イマーム派から分離して生まれたイスマーイール派である。 10世紀にイスマー・イール派はチュニジアでファーティマ朝を建国し、イマームがそのカリフを称した。ファーティマ朝の下でのイスマー・イール派の強説の展開の中で、10世紀末に即位した第6代カリフ、ハーキムの知性に彼を深刻化するグループが現れ、事実上ファーティマ朝の多数派から分派した。1021年、ハーキムが失踪すると、 イスマー・イール派の従来の教義を堅持する多数派の巻き返しが起こり、ハーキムを深刻化するドゥルーズ派は、弾圧を受け、ファーティマ朝の支配するエジプトを追われて、シリア地方の山岳地帯に、戦況の場を見出した。彼らは、グノーシス主義の影響を受けたとみられる、独自の教理を発展させ、他のムスリムから厳しく異端視されるようになっていった。ドゥルーズ派は、 レバノン山地などの山岳地帯で、ジュンブラート家、アルスラーン家などいくつかの有力家系を指導者として結束し、少数派でありながら、オスマン帝国時代から近代にかけて、レバノシリアの政治の表舞台に立って活動した。19世紀前半には、レバノン山地北部に共同体を形成する、キリスト教徒のマロン派と激しく対立し、カトリックに近いマロン派にはフランスが、 後援者としついた関係から、イギリスがドゥルーズ派を後援するという国際紛争にまで発展。特に1860年には激しい衝突を起こした。オスマン帝国解体後の1925年には、シリア地方を統治するフランスに対る反乱を起こし、シリア地方全域を巻き込む反仏闘争のきっかけを作っている。第二次世界大戦後は、 ジュンブラート家のカマール・ジュンブラートとアリード・ジュンブラートの不死が世俗主義を掲げる進歩者会党を結成国家の世俗化による権利向上を目指したドゥルーズの運動の指導者となり政府の要職を歴任1975年から始まるデワノ内戦でも大きな役割を果たしたドゥルーズ派の教理はイスマー・イール派やイスラム神秘主義スーフィズムに加えグノーシス主義や シンプラトン主義の影響を受けたと考えられている。ドゥルーズの名は、ハーキムの長身だった中央アジア出身のイスマーイール派教船員ならず家に由来していると、するのが定説である。ただしこれは、多少で、ドゥルーズ派の人々は、ムワヒドゥーン、唯一神の神と、アフルある、イコールタウヒード、唯一神の民と自称する。 ダラズイはハーキムを深刻化する距離を解いて広め、ドゥルーズ派の成立に大きな影響を与えたが、後のドゥルーズ派の協議においては、ナシタキーンと称される、ダラズイは遺憾とみなされている。これは、ハーキム存命中の1 0 1 9年に暴動により、殺害され、ハーキム深刻化グループの中のハンダラズイ派指導者で、あるハムザイブンアリーの率いるグループがドゥルーズ派に、 つながったという事情が反映していると考えられる。ハムザはダラズイーの死去からハーキムの晩年にハーキム神格化の共戦運動を組織化するのに大いに活躍したが、ハーキム失踪後の神格化派の弾圧の最中に失踪した。ドゥルーズ派ではハムザをハーキムに次ぐ存在として尊数している。最大の特徴はハーキムを神格化し、受肉した神とみなす点。 および教団指導者ハムザをイマームとすることである。失踪したハーキムは死亡したのではなく、有名会へのお隠れ、外話に入ったと信じ、ハーキムの代理人、イマームのハムザが、復活の日に、救世主カーイム、マフリーとして再臨し、正義を実現するとする。今一つの特徴は、聖者崇拝が盛んなことで、デワノン産地には多くの聖者病があり、 ドゥルーズ派の信徒たちに尊重されている。シーア派を含むイスラム教の多くの派との明確な相違も多く、クルアーン、コーランを持ちずに独自の聖典を持ち、礼拝、サラートの向きはメッカ真っ赤の方向ではなく、人間が輪廻転生することを信じる。なお、同じく輪廻転生を信ずる派としてアラウィン派。これも異端だという意見が強いが、シリアでは、 世俗的な力を保持しているがあるが、ドーハのそれは動物への転生もあり得るのに対し、ドゥルーズ派はあくまでも人間に転生すると考えられている。メッカを聖地とみなさないため、五行のうちの巡礼、発地を行わず、さらにラマダーンの断食、サウムは禁止されてはいないが義務ではないので、通常には行うことはない。このように競技と宗教行為の面で、 イスラム教の多くの派と異なる点が多いため、多くのムスリムはドゥルーズ派を、イスラムからの逸脱とみなしている。周囲からの異端子を避けるため、ドゥルーズ派の信徒は非信徒に対して、信仰を隠し、ドゥルーズ派の教理実践を公にしない、タキーヤ、信仰秘匿という行為を認められている。ただ、タキーヤはドゥルーズ派だけの概念だけではなく、イスラム教イバード派、シーア派から引き継いだものである。 ドゥルーズ派が信奉する、終末論によれば、終末の日に受肉した神であるハーキムの代理人、カーイムとして再臨するハムザが、スンナ派やイスマーイール派を含めたドゥルーズ派以外の、すべての人を二等市民ズインミーにして、特定の衣服を強制して、人頭税を徴収し、ドゥルーズ派の男性は彼らの女性や子供を獲得し、彼らの財産も土地も獲得するとされる。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。